白鳥号エル、オアゾーブランエトルタの博物館の外壁にある、シャルルナンジェッセとフランソワコリのレリーフ、白鳥号は、パリ、ニューヨーク間の無着陸飛行に挑戦した、フランスのパイロット、シャルルナンジェッセとフランソワコリの蒸気で、1927年5月8日に、パリを離陸して、ニューヨークに向かったが、行方不明となった。ニューヨーク、 パリ間の大西洋無着陸飛行にかけられたオルティグーグ賞に挑戦したフランソワコリは地中海横断飛行などに成功していたはじめフランスの激強、用ポールタラスコンと飛行する計画であったが1926年末彼らの蒸気ポテーズ25は事故で破損しタラスコンは負傷したため第一次世界大戦のフランス激強、用シャルルナンジェッセと組むことになった 偵察機ルバススール PL4 を改造した。ルバススール PL8 は、2隻あったコクピットのうち、前側のコクピットを取り除いて、燃料タンクとし、鉱石を広げて、2人の乗員は、並んで座るように改造した。着水に備えて、胴体の機密性を高めた。3個のタンクは巨大で4025リットルのガソリンを搭載できた。翼金は広げられ、 450馬力の W-12 型エンジンが搭載された。エンジンは40時間以上運転できることが確認された。機体は白く塗装され、ナンジェッセが第一次世界大戦で用いた黒いハートに骸骨とロウソクカ缶オケを描いたマークが描かれた。重量の割に信頼性が低かったので無線機は詰まれず、転速後方で飛行することにした。 主客も離陸後、重量軽減のために切り離された。1927年5月8日午前5時30分、パリノルブルジェ空港を離陸した。離陸時の重量は1万1000ポンドで、体験コースが選ばれ、アイルランド、ニューファンドランド島、ボストンを経由して、ニューヨークに到達する予定であった。離陸後、しばらくは5機のフランス軍機に護衛され、アイルランドでは、 イギリス海軍士官が飛行を目撃し、記録に残した。その後飛行を目撃した者はいなかった。いくつかの新聞は、ニューヨークへの到着を報じたが、誤報であった。国際的な捜索が実施され、9日にわたって、ニューファンドランド島とニューヨークの間が捜索され、カナダ森林局も2機の捜索機を出動させたが、白鳥号は見つからなかった。 チャールズ・リンドバーグが無着陸飛行の成功し、パリに到着したのは、ナンジェッセラの出発の12日後であった。一般的な見方として、嵐のため大西洋に墜落したと思われている。ありがとうございます。